はい、どうもメイチャンネルです。本日私はですね、汐留駅の方にやってまいりまして、今日はですね、コンラッド東京さんの方にね、一泊させていただきます。今日はね、またモンちゃんとかね、モモさんとかですね、トリップパンダさんとね、ホテル合宿っていうこともありますんでね、めちゃめちゃ楽しみでございます。ちょっとね、早いんですけども、まあ荷物ね、預けがあってたらちょっとチェックイン手続きをしていこうかなっていうふうに思います。じゃあね、早速向かっていきたいと思います。もう間もなくコンラッド東京、楽しみです。今ね、エクゼクティブラウンジの方でチェックイン手続きを行ってますけどね、もう14時ぐらいになりますけど、結構ね、やっぱり人いらっしゃいますね。はい、で今日はね、エクゼクティブフロアの方にですね、アップグレードしていただくという感じでございます。はい、非常にね、楽しみです。はい、今ね、チェックインが完了しまして、3626というね、お部屋アサインいただきました。はい、今ね、ちょっとね、もう15時でアフタヌーンティー始まってしまったので、アフタヌーンティーいただいてからお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、今ね、アフタヌーンティー準備していただいてますね。スコーンだったりとかね、こういったキャラメルのカステラみたいなのだったりとかがございます。はい、そしてセーボリーはこういったね、サンドイッチが今ね、準備されてます。もう間もなくね、取っていただくことが可能かなっていうふうに思います。はい、こんな感じでね、今ね、持ってきました。これなんかアップルパイかなんかですかね、芋かなんかでしょうかね。私はね、こちらのカニの爪がね、一番美味しいですね。じゃあね、今日はね、3626というお部屋になります。3626、こちらでございます。では入っていきましょう。はい、今こんな感じでね、さーっとちょっとぐるっと回りましょう。いや、めちゃめちゃやっぱりね、落ち着く感じですね。はい、いい感じのお部屋でございます。今日はですね、シティビューっていう感じのね、お部屋で久しぶりでございますね。はい、ちょっとね、開けてみましょうか。はい、こんな感じのね、シティビューとなっております。久しぶりですね。だいたいね、最近ベイビューになってましたんでね、非常にいい感じです。で、こちらにこういったね、テーブルがあります。はい、で、コンラッド部屋なんかもね、ありまして、じゃあね、浴室行ってみましょうかね。はい、まずね、玄関、はい、こんな感じですね。一応ね、コネクティングルームにはなってますけど、今ね、はい、隣はくっついておりません。で、入っていただいて左手がね、バスルームとなってます。まあ、やっぱり相変わらずね、明るくて開放的です。で、エクゼクティブフロアのね、このバスローブがね、非常にいい感じですね。はい、フードがちゃんとついてます。で、お風呂ですね。はい、で、ドライヤーがレプロナイザーですね。このように 4D プラスになってます。そしてボディタオルであったりとか、この上海滩のアメニティですね。はい、で、洗面台もね、2箇所ありまして、このね、やっぱり鏡いいですね。映えますね。やっぱここでね、こうやって撮りたくなりますもんね。はい、で、こちらがですね、シャワールームという風になってます。上にはね、レインシャワーがありまして、シャワーブースになってますね。はい、で、上がね、こちらが右側部分が普通のシャワーとなってまして、左に回していただくとレインシャワーという感じですね。こちら右に回してですね、はい、まあこんな感じの結構なね、水圧ございます。はい、十分じゃないかなと思いますね。はい、で、左手側がお手洗いですね。まあ、こんな感じのね、ウォシュレットがついております。まあ、開くタイプではありません。という感じですね。はい、こちらがね、バスルーム。どうでしょう？いい感じじゃないですか？で、ここのね、シェードはね、あちらから閉めていただくことができますので、当然ね、プライバシーは守られるという感じです。ただね、向こうからなので、そこだけでご注意ください。で、ここね、仕切っていただくことは可能です。こういうふうにね、両開きというふうになってます。ではね、ちょっと収納の方、見ていきたいと思います。はい、で、収納ですね。こちらに、はい、こういったね、セキュリティボックス、セーフティボックスがございます。こういうタイプですね。
はい。でこちらにはね、シューブラシだったりとかね、はい、傘などが置いてございます。でこちらの方にはですね、はい、こういう感じでハンガーがね、ありまして、上にはね、アイロンがあったりとか、アイロン台があったりとか、で、こんな感じのね、荷物置く台があって、で、コンラッドのこちらね、スリッパ、ふわふわのスリッパになってます。で、収納部分ですね。はい。で、こちらがね、シューバッグという感じですね。で、紙袋なんかも入ってございます。はい。で、セパレート式のね、パジャマがこのようにね、ございます。これがね、結構おしゃれなんですよね。はい。いい感じです。で、一番下は空という感じです。はい。で、こちらにもね、荷物置く台がありまして、で、テレビ台ですね。こんな感じで。で、この中にはね、こういった、はい。案内がね、いろいろ入ってたり、ございます。で、冷蔵庫ですね。はい。冷蔵庫の中もね、たっぷり入ってます。当然ね、有料でございます。で、こちらね、ワインだったりとか、お菓子類とかね、ミニバーのコーナーとなってまして、で、引っ張ってね、出していただきますと、ここにね、はい、こういったウイスキー類とかね、ございます。で、こちらデロンギ製のね、電気ケトル、アイスペール、グラス類、そしてね、ワインオープナーなどがございますっていう感じですね。はい。はい。と、お菓子類ね、こんな感じ。で、紅茶が、TWG だったりね。はい。こんな感じです。で、ミニバーのね、メニュー表であったりとかですね。はい。こちらのティーカップですね、ございます。はい。で、こちらですね、ネスプレッソマシーン、お水、茶器がね、このようにありまして、ネスプレッソのポーションがね、3種類2個ずつの計6個という感じです。はい。で、テーブルがあって、はい。このようにね、いろんなスパの案内だったりとかなんかね、置いてある感じですね。はい。で、こちらね、チョコ、ウェルカムスイーツがございます。はい。久しぶりにね、コンラッド東京さん来ましたけど、非常にね、やっぱりいい感じですね。コンラッドベアも、ラバーダックもいただいております。はい。今日はね、こんな感じのお部屋に一泊させていただきます。今日はね、モンちゃんだったりとか、モモさんだったり、トリップパンダさんとね、一緒に合宿ということでね、違うお部屋ですけど、コンラッド東京さんにやってきております。はい。いかがでしょうか。はい、こんな感じです。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということでね、速度出ました。めちゃめちゃね、速いですね。ダウンロード下りが 182.69Mbps、アップロード上りが 112.56Mbps でですね、これだったらね、ネット回線結構ね、サクサクいくんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、こちら、コンラッド東京さん、久しぶりにやってまいりました。めちゃめちゃね、やっぱり落ち着きますね。で、今ね、私の動画撮らせていただいてますけれども、今回ね、合宿チャンネルということでですね、もんちゃん、ももさん、トリップパンダさんとね、4名でね、宿泊させていただいてます。まあ、もんちゃんとね、ももさん別々のお部屋なんですけど、今日私はね、トリップパンダさんと同じ部屋にね、宿泊させていただいているという感じでございます。まあ、これからですね、プール行ったりとかですね、まあ、あと浜離宮ちょっと散歩したりとかね、していこうかなっていうふうに思います。いや、待ってます。これめちゃ痛いじゃん。何これ。はい、ということでね、コンラッド東京さん、今チェックインが終わりまして、ちょっとね、浜離宮さんとか行こうかなっていうことだったんですけどね、残念なことに今日は、臨時休業ということなので、いや、インスタライブ始まりましたね。インスタライブ始まりましたね。インスタライブしながら行きましょう。カメラ回してます。しました。こちらに、あ、向かはい、はい、私ね、先ほどチェックアウトさせていただきました、インターコンチネンタル東京ベイの方にね、再び戻ってまいりました。アメリカンエクスプレスのね、ゴールドカードを照明のね、あそこに差し込んでたんで忘れてました。取りに行ってきます。私、次私行きます。いや、ちょっと私もちょっと言えたらな、ちょっとこんな
今ももちゃんさん可愛いって言われてますよ。イエイ。褒められて伸びるタイプです。はい。っていう感じでね、今ラウンジの方にやってきまして、竹鶴ロックいただいてます。はい、こんな感じでね、めちゃめちゃ豊富にね、4人分適当に持ってきてますね。適当。めっちゃうまい。おろしみたいなやつですかね。うん。お一人なら作り分かってれば誘ってあげればよかったですね。うん。なんかね、連絡がね、なんか。結構ね、これコクがあって美味しいですね。お肉もすごく柔らかい。結構種類ありました。よし。飲み物何？飲み物何飲みます？皆さん乾杯しましょう。何ですかそれぞれ？乾杯。あ、これ私ね、竹鶴のロックいただきます。竹鶴のリンゴジュースです。そうでしょ。何これ？私ビールいただきます。ウィースじゃあ。カクテルタイムですね。いただきます。いや美味しい。いただいちゃいます。食べてないよ。食べてますよ。あ、そうそう、こんくらいじゃないときついですね。あれでも、ポイントがすげえ難しい人。はい、ごちそうさまでした。今ね、ラウンジの方でカクテルタイムいただきました。めちゃめちゃね、結構豊富でしたね、豊富。メニューがね、結構豊富でしたね。いや結構お腹いっぱいです。まあね、お分かり通り、これ今着替えましたんで、これからね、ちょっと準備を整いまして、プールの方に行っていきたいと思います。ということでね、楽しんでいきます。はい、今ね、プール誰もいないということなんで、これからね、プールの方に向かっていきたいと思います。はい、まあ、こんな感じでね、やってまいりましたので、プールの方にね、入っていきたいと思います。いや、久しぶりにね、やってまいりました。いい感じです。はい、という感じでね、めちゃめちゃ、開放的でいいですね。はい、こんな感じでね、撮影してます。はい、おはようございます。今はね、もうぐっすり眠ることができました。ライブね、3時間くらいでやりまして、結構ね、盛り上がったんですけどね。まあ、新しいね、チャンネルをね、発足するということでですね、まあ、非常にね、楽しみですけど、まあ、とりあえずね、昨日は3時間ライブやりまして、盛り上がりました。気になる方はね、上にリンク貼っときますんでね、よかったらそちらご覧になっていただければなというふうに思います。で、まもなくね、もう9時回りますんで、これからね、朝食の方食べに行こうかなというふうに思います。行ってまいります。おはようございます。おはようございます。ということで朝食ね、もんちゃんさんは今仕事っていうことなんで朝食食べに行きたいと思います。今日はねエグゼクティブラウンジの方で朝食いただいていきましょう。はい、今日はねエグゼクティブフロアでの朝食となってますが、エグゼクティブフロアでもですね、こちらのオリジナルメニューの注文が可能となってます。はい、こんな感じのねビュッフェ台となってます。そしてフルーツ類とかですね。ポークソーセージ、ベーコンとか温野菜とかですね。はい、ございます。あ、もうということで、ね、今撮ってまいりました。こんな感じです。まあ、私小食なんでね、軽めに撮ってます。私偏食なんでいただきます。はい、私がね頼みましたホワイトオムレツの方とロブスターオムレツ、あとねその他こういう感じでね撮ってきました。おー、美味しそうです。じゃあ一応撮る。じゃあいただいていきます。肝が欲しい。うん、まあ、みんな下で食べたから空いてるのかな、うん、それとも時間が遅いからか。いや、多分みんなさ、大体下。私もエグゼクティブラウンジで食べるの初めてです。うん、なので、多分普通にね、
車で食べるのと遜色ないメニューが食べれて、エクセキティブラウンジの人が少ないので意外といいかもしれないですね。今度がちょっとエクセキティブラウンジの方がいいかな。ただやっぱ下の方がビュッフェ台が広いんで写真が撮れるなら映えるんですよ。確かにね、あの天井高いところですね。そうそうそう、あそこのロビー階はね、何がいいって天井高いのがいいと思うんですよ。はい、じゃあ続いてホワイトオムレツいただいていきたいと思います。この真っ白なねオムレツ、結構ね皆さんね、視聴者さんライブやってる時もおすすめされたんで、前食べたことあるんですけど久しぶりに、ね、食べてみようかなと思います。あ、意外とねしっかり弾力があるね断面でしたね。ふわっとしてるのかなと思ったんですけど、しっかりグッと刺さる感じでした。いただきます。うん、なんだろう、さっぱりというかあっさりというか、でもね、なんかジューシーな感じしますね。で、ケチャップの味があってね、やっぱり、でもね、白身のなんだろうな、目玉焼きのあの端っこのやつの香ばしさがちょっとあって美味しい。はい、続いてね、こちらのロブスターオムレツいただいていきたいと思います。これはもう間違いないですよ。もう見た目が間違いないです。ほら、黄身のがすごいね、ふわっとっていう感じですね。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。うん、エビ味噌がたまんない。でね、このロブスター見てください、この分厚さ。まだ食べてない。僕でも食べてるから先に感想言われました。プリプリ、いただきます。うんうん、これね迷わずね、皆さんエビ食べれるんだったら一口でいっちゃってください。もったいないとかを通り越してめちゃめちゃうまい。めっちゃプリプリ。そしてのおかわりでチョコレートドリンクいただきました。うん、熱、うまい。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。エキセキティブラウンジでの、ね、朝食自体っていうのはね初めてですけど、非常にねゆっくりできますね。まあ、ちょっと今日ねレストランの様子は見てないんですけど、昨日の夜の、ね、エクセキティブフロアのカクテルタイムの混雑状況を鑑みると非常にね多分混んでると思いますね。はい、いやめちゃめちゃ良かったです。ということでね、まあ、これからまた合宿の方のね動画も撮影していく形になるかなと思いますけど、私のね動画の方に関しましてはこれでね本日以上にさせていただきたいというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェック、よろしくお願いいたします。で、私の動画の方ではですね、こういったね、ホテル宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報などね、発信していっておりますので、ぜひね、チャンネル登録と。下のねベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。なんかカップ変わったみたいです。これ引っ張ってあげる感じです。